はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。サンさん、サンさんのパーティーは、ガラルヒヒダルマ、バルジーナ、ドラパルト、カバルドン、ミミッキュ、エレザードと。はあ、なるほどね。エレザードか、結構きついっすね。で、俺のパーティー何気にバルジーナがウルトラスーパーハイパー重いんすよ。これね、ガラルヒヒダルマが結構刺さってるんで、ガラルヒヒダルマでいきたいと思います。ガラルヒヒダルマ裏にエルフーン置きたいかな。エルフーン置いてもいいっちゃいいんですけど、バイバリラもおもろい。いや、でもエルフーンだな。ヒヒダルマ、エルフーン、リザードンでいきたいと思います。リザードンで倒せねえの誰だ。あー、カバルドンか。いや、でもいいや、これで。さあ、サンさん対戦よろしくお願いいたします。さあ、かっけえメガネやな。ヒヒダルマから来る。こっちもヒヒダルマ。さあ、どっちが素早さ早いのか。これ厳しいっすね。どうしよう。相手のパーティー見ようか。いや、もうここをつらら落としでいきます。相手スカーフか。ヒヒダルマとヒヒダルマですよ。あくび、何この肩、初めて見たんですよ、こんな方。あくび、ダルマモード、これ後ろに変えましょう。危ないっすね。エルフーンで、厳しいな。ってことは陽気のヒヒダルマか、相手。これ厳しい。あくびヒヒダルマとか初めて見たんですけど。やばい、つらら落とし。うわ、きつ。さあ、ここはじゃあね、追い風打ちますか。さあ、どうしようか。追い風、フレアドライバーで切ってくる。OK でしょう。急所うまいね。これはもう意味不明な急所だから、これはこれでいいですね。さあ、じゃあね、こっちリザードンでいきたいと思います。はい、さあ、ここでそうだな、カバルドンが後ろにいるから普通にダイバーンでいいわ。はい、ここは相手変えてこないでしょうね。こっちはダイマックスしてダイバーン。はい、さあ、ここでダイマックス、後ろにカバルドンがいると思うんですけど、
まあこれでいいでしょうね。ダイバーン、これはこれで OK。 急所、これ意味ない急所なんですよね。さあここで相手カバルドンがいるかな。しかしダルマのガラルヒヒダルなんか出ちゃって、ガラルヒヒダルまであくびをしてくるっていうこの新しい戦術、相手めっちゃ悩んでるな。悩んでるってことはカバルドンいないっすね。エレザード、エレザード、エレザードってなんだっけ、特性ダイバーンですか。炎無効とかないよね確か。水はなんか乾燥肌かなんか、なんだっけ、もう一個なんかあったんですよ。健康でどうのこうのと、サンパワーかで、そうだな、巨デーマックス、さあこれで巨大なマックスして、さあダイバーン、うわーやべえ、第3弾、これは死んだか。これはね厳しいですよ。これは負けの可能性ある。乾燥肌、あ、オッケーオッケーオッケー、ちょうどいい感じに来た。これで最後のラスト、ヒヒダルマ、オッケーですね。乾燥肌でよかった。まだ追い風一旦残ってるんで、これパワー勝負ですよ。バルジーナ、オッケー、これ、これはいけるっしょ。つらら落として貫いてやる。こいつはバルジーナっていうのはすんごい防御耐久高いんですよ、耐久が。だけどヒヒダルマも超火力なんで、これはもうパワー対防御の戦い、打たれ強さが勝つかパワーが勝つか。はい、対戦ありがとうございました。あっぶねー、ガラルヒヒダルマはいいよなーっていう志村けんさんの声が聞こえてきましたわ。いやサンさん対戦ありがとうございました。いやー、ガラルヒヒダルマのスーパーパワーが炸裂しましたね。いやー本当におもろい試合でしたわ。いやーほんと、じゃあサンさんに勝ったということで、勝利の、はい、こちら、ファンタイヨカンヨーグルト風味乳酸菌 DHA 入りを飲みたいと思います。このプシッって音ね。じゃあいでぎえーす。うわーうまいわ。いやしかし24時間勤務、皆さんはゴールデンウィークで、まあ、今この C ウイルスの状況でどこも行けないと思いますけど、私はゴールデンウィーク中地獄の、5連出勤です。1日、昨日ですね、昨日24時間働いて、今日明けで明日また24時間働いて、その3日の日、あ、4日の日明けで5日の日24時間勤務、24時間働いて明け休み、24時間働いて明け休み、24時間働くっていう。で皆さんがゴールデンウィーク終わったら3連休ぐらいもらえるんですけど、ほんとねファック野郎ですよ。しかしほんとなんて言うんでしょうね、このね世の中の暗い雰囲気、ほんとにね。シェリー少女くたばれ。